FM Fuji 78.6 and 83.0。こんばんは、アルコ&ピースの平子祐希です。乃木坂46の中田かなです。ということで、明けまして、おめでとうございます。イエーイ。2020年1月3日、ね、2020年入って、初めの、沈黙の金曜日、うん、ということでございます。はい。さあ、そして我々が、現在ですね、いつ喋ってるのかと言いますと、はい、2019年12月の20日でございます。はい放送上聞いてる皆さんにとっては開けておりますが、うん、我々にとっては開けていない、収録回、はい、1月3日つまり、ね、誰も聞いておりません聞いてみんな誰にも届かない放送。いや逆にでもだって絶対家でダラダラしたりするから、うん、普段聞かない方が実家帰って山梨の実家帰って聞いてるパターンあるかもしれない、うん、三が日、うん、だらける3日って意外と家庭内の行事が終わって、うん、友達とかで動き始めるぐらいじゃない。あーそっか、うん、なるほど。友達がいるやつはね、うんうんうん、動いてるけれども、もしかすると 2,3 人聞いてるかもわかんないですね。いや 2,3 人か、ね、聞いててみんなもう何言っても大丈夫よこの日ばっかりは本当に。じゃあしかも収録回ですしね。うん、そうよ。本当にやばかったらもうなんとかなる、ね、いくらでも消してもらえるし、はい、もう最低でも放送したところで誰も聞いてないからね。そっか、じゃあ何でも言っちゃおう。何でも言っても大丈夫マジで俺から行くよ。うん、パンツ。もっと際どいこと言ってますって普通の回。嘘だ、うん、本当そんなん、そんな今の P で全部 P だよ今の逆に P だったら多分本当やばいこと言ったんだなってなりますからね今の P になってたら。そっかね、うん、だからもう放送上聞いてる人にとっては、うん、M1 の王者も決まってるわけよ。そうだ、誰になってんだろう。まあ、今回はちょっと敗者復活が強いからね。そうですね。和牛さんとか。とかももうみんなそっちに固まってるから。はいはいはい。確かに読めないですね。ね、まあ、結構大穴でマシンガンズ来てる可能性もあるしね。残ってるんですか、あの準決勝には。残ってないのに来るっていうのもあるから、何あるか分かんないからね。それだけはないと思うけど。ねえ、そっか、箱根駅伝も終わってんのか。おー、そっか。すごい。そしてですね、ちなみになんですけども、うん、酒井はちょっと今お仕事のね時間帯の都合上、うん、ちょっと遅れております。はいね、まあ、この年末進行でこういう感じですよね、ランダムな感じで。はい。で今日9時台にゲストパートがあるんですけれども、はい、それも事前に撮っております。はい。でそのゲストパート、この今オープニングの事前に撮ってあるんですけども、うん、そこで中田さんが遅刻したので私一人で、はい対応させていただきました。すいません、これはもうめちゃくちゃもうすいません本当に時間軸が本当にいろんな意味で、ね、すいません。メールも届いておりますよ。はい、でこれはメールはもう事前に、募集したメールね、テーマメールだったり、あとはもう普通オタなんか、あの普通オタなんかも事前に送ってもらってますんで、はい、いつもねこういうランダムな放送にありがちな。ちょっとあの事前予測普通オタなんかも届いてますから、うんうん、ちょっと読んでいきましょう。はい。ラジオネームスキャンダルベイビー、うん、中田さん、はい、それはさすがにないです。ねえねえ、レビナさんもないって言ってます。何遅刻の話、何ごめんなさい本当に知っているかのようなじゃあ本当にどう、私だって前の仕事1時間前に終わってて1時間あののんびりしてたんですからね。1時間のんびりしてたの？そうなんですよ。のんびりした上で遅刻してんの？で、道が混んでて。道なんか混まないって、この時期は。めっちゃ混んでましたよ、本当に。俺マジで、一人で初対面のゲストさん、はいはい、おしゃべりしたんだよ。うん、まあでも、はい、あの、地元がね、一緒だっていうので、あとはちょっと、はいはいはい、あの、まあ、後々聞いていただけると、うん、好きなものがちょっとね、ちょっと共通点があったっていうので、お話しさせてもらいましたけど、危なかったわ。愛知県、ラジオネーム、残金26円、うん。おい、中田。はい。平子さんに失礼だろ、謝れ。本当に、本当すいません。本当ごめんなさい。みんな分かってんだよ、本当。お前絶対なんかやらかすだろうって。すいません、ラジオネーム、でんでんおしょうし空回り。だから中田はダメなんだよ。あ
梅沢にレギュラー取られんぞ。やばい、なんで分かってんの全部。みんなめちゃくちゃ多いこの手のメール。なんでゲスの極みも、うん、おい中田平子さんに謝れ。やばい、スペースボーイ中田、録音だからってキー抜くなや。しっかりしろ。なんでわかんのこの。ジャックと雨の日。中田、うん、これは平子さんの言う通りだぞ。今日収録ですよ。ラジオネーム平凡高校生。中田、うん、それは平子さんが合ってるよ。やだ、うちなんか絶対しでかすってバレてる。絶対しでかすのバレてるんですからね。すいません、本当に。そしてこんなメールも来ています。何度目のアオバードか。うん、新年一発目の放送はプレゼントを用意してくれているようで、賃金も太っ腹ですねと。あららら、いただいてるんですよ。なんか事前にやったっけ、こんなのやってないよね。言ってない、言ってないですよね今年。あ、そうなんだ。なんかね、いろんな整理をしてたらチンキー T シャツ3枚たまたま出てきたみたいなんで、それあげましょうか。ね。じゃあ今日のメール内容で最後に決めようかね。そうですね、うん、いいですね。じゃあ中田さん、何かちょっと気になるなったら、はい、ね、じゃあ、 ピックアップしていただいて、はい、どうすんのこれ、なんかサインかなんか書くの。あ、いいですね、書きましょう。サイン書こうか。じゃあ3枚ですね、はい、スワロフスキーで絵柄をなぞるか。やばい、デコります。いいですね。金かかる、金と手間かかるな、うん、かっこいいね。たまにセレブが持ってる G-SHOCK みたいなやつで、ね、キラキラしてるやつね。穴開けようかな。え、穴開け、あ、あのユウさんがカスタムするみたいなやつね。カスタムする、私それやりますね。じゃあユウさん襟とか自分で切っちゃうやつもんね、はいはいはい、T シャツもデコルテ結構開け目で。あ、そうね、いやあれユウさんとかだからいいけど、リスナー来てたらただのだから。そっか、私ショートだけ好きなんで、ちょっとバツッと、ね、リスナーやべえから、ね、ショートだけ。あ、そっか、 T シャツのショートだけ。リスナー、下向きながら歩いてるリスナー、へそ丸出しで歩いてる。やばい、ね。さあ、ということで、新年一発目、参りましょう。アルコ&ピースト。なかなかなの。沈黙の金曜日。Ladies and gentlemen, welcome to this program. It's showtime!改めまして、アルコ&ピースの平子祐希です。なかなかなです。よろしくお願いします。さあ、これね、録音ということで。はい。我々にとってはまだ2019年明けておりませんが、うん、年末は乃木坂ちゃんバタバタするじゃん。そうですね、一応紅白とかもあるので。新年ってどうなの。新年いつもお休みです。あ、三が日は絶対休みいただいてます。あ、本当。はい。そっかそっか。でそれ過ぎると今度あれか、成人式やったりとかイベントとか、ね、あ、そうですね、メンバーによっては。三が日は休み、 どうすん、はい、別にじゃあどっか遠出するってわけでもないのね。うん、いつももう家でゴロゴロとか地元の集まりとかぐらいですかね。俺は、あ、おばあちゃん家も行きます。あ、おばあちゃん家もね、はい、東京のおばあちゃん家。そっか、じゃあ海外旅行とかそういう感じではないんだ。行ったことないですね。行くメンバーもいますけど。え、あ、旅行ね。うん、そうですね。あれさ、正月旅行ってなると、うん、空港にさ、国際線、あ、国内、あ、国際線も、うん、そっか、どっちもそうか、あのメディアが控えてるじゃん、マスコミが、はいはいはい、よくで話聞く、さんまさん来て今年どうなんですかとか、うんうん、なんですかとか聞かれるじゃん、はい、俺家族で行くじゃん、行くとしたら、うんうん、でそのマスコミの山の中を、はい、こうくぐり抜けていくように、みんな答えながら、うん、ちょっと答えながら、足早に行く人もいれば、うん、止まって話する人もいれば、はいはい、うん、完全スルーじゃん俺。え、なんで。俺だからね、うん、もしも正月にどっか海外行こうかってなっても、余力があったとしても行けねえんだよね、それだけが理由で。なんで、言われるかもしれないじゃないですか。これで子供らはちょっと期待するじゃん。うんうんうん、気づいたらパパってテレビ出てる人だし、うん、はあ、これテレビで見たことあるやつだって、うん、なんなら真由美もちょっと期待するじゃん、はい、どうしようっつって髪直して、うん、そのまま歩く歩道でするよ。いや、わかんない。だって結構、だって、ね、夫婦で出たりするじゃないですか。出る人はね。いや、でも、平子さんも結構。ないよ。奥さんもテレビ出てるし。ないないない。なんで、ありそう。マジでスルーだよ。でも、お正月わざわざ高いのに行かないです。普通に。お正月以外も休みあるから。倍するからね。うん。俺、9月に昔ハワイ行ったけどさ。うんうん。正月、本綺麗に倍だもん。そうなんですよ。そう。だから本当行かないですね、わざわざ。ね、なかなかですからね、うん、まあ、リスナーもね、なんか海外旅行行ってそうなやつはいないね。いないね。うん、出待ちの見た雰囲気で。そうね。
お休みあるんですか？休み俺三が日、はい、今年は3、4、5ぐらいかな。うん、あ、1、2は仕事してて、お仕事があって。そっか。でもあの年始の方がお仕事を芸人さんやるイメージです。年末より、なんか年末もあるのかな、うん、ある人はあるよ、うんうん、ねえ人はねえし年人にとってはこんな休み続くことないからね、うん、特番やっぱ多いから。確かに確かに、売れっ子たちの期間になるからね。あ、年末年始は、うん、恐ろしい、細々とやってますよこっちは。いやでもね、アルフィーさんは年越しもお仕事してますからね。うん、あんまり目立たない場所で、一応してますよ。私はめっちゃ楽しみ。いや多分お前の目に届かないと思う。絶対聞きますよ。え、あれですよね、ラジオしてますよね。あ、ラジオもあるね、はい、年越しラジオ。そうそう、ラジオもあるけどもなんか家族と過ごしなさいよ多分あの紅白終わってすぐ聞きます。そっか、紅白、紅白出て、あの年越しイエーイみたいなの多分みんなでやってるんで。ライジンもやってるしな、裏で。ああ、そうなんですね。聞いてんのかな。聞いてねえだろうな、もうチンチンの話しよう。やば。さあ、ということで、今週のテーマ発表いたします。今週は2020年三が日の未来日記。はい、こちらも事前に募集をしておりました。皆さんの三が日の過ごし方、うん、未来日記ということで伺いたいと思います、はい、理想でも妄想でも構いません。皆さんの未来を予想して送ってもらっております、うん、理想だとどうなんだろうね、三が日って。え、なんだろう、でも今はすごい理想系な気がするんですよね、家でダラダラが。まあね、うん、違うのかな。でもハワイとか行きたいとは思わない。あ、うん、まあそうですね、日本大好き人間だから、ね、そうなんだよ、俺も日本基本好きだからな、ね、日本の料理も正月料理も好きだしね、うん、おせち食べたいですよね。そうだね、うん、ここでなんかなんちゃらシュリンプ食っても正月感ないかもね、うん、ガーリックシュリンプとか。そっかニューヨークの年越しは一回行ってみたいけどね。ああ、いいですね、確かに確かに。マジソンスクエアガーデンとかでわーっていう向こうのノリで、はいはい、あれはいいやな、行ってみたいな。いいですね。掃除もすんの？じゃあするんですかね。もうでも徐々にしてます。ああ、はい、一日でね、うん、ギュッてやるんじゃなくてね。そうですね、大掃除の風景減ったね、うん、昔あれだよね、障子外して立てかけてね。え、そうなんだね、障子全部破って子供らが破かしてもらえんの、普段だったら破いたら怒られるやつを指でビッて穴開けたり、はいはいはい、ビーって破いていいのその時は、で全部破いて綺麗に剥がして、うんうん、障子張り替えしてっていうのを外でやってたんだよ、ちょっと前までは。今障子がないからね。障子ないですね。そっか、やりたい。そんな障子の使用方法いっぱいあるんだよな、昔の映画とかでもね。障子に突っ込んでね、穴開けたりとかね。へえ、これおちんちんの話なんですけどもね、映画で実際あるんですよ、そういう名シーンがある、本当にある。障子の正しい使い方、今天下があるからね、なかなか障子にぶっ込むこともなくなったと思いますけれども。え？いや本当あんの、そういうのがあった。嘘、嘘みたい。はい、ということで三が日ね、送っていただきました。そしてコーナーはこちら、うん、2019年のそっと字、2019年の出来事で忘れてしまいたい出来事を送ってもらいました。はい、続いてゲストは福島県出身のシンガーソングライター片平里奈さんがこの後登場します。はい、まあ事前に撮っております、私一人で、はい、ピン対ピンでのね、ゲストパートになります、はい、ということで注目の金曜日は夜11時までの放送です。それでは聞いてください、乃木坂46でシンクロニシティ。さあ2020年新年最初の沈黙の金曜日、この時間はゲストを招いていろいろ聞いていきたいと思います。今夜のゲストはこちらの方です。片平里奈です。はい、お願いします。よろしくお願いします。今夜は1月15日にニューアルバム一年中をリリースする片平里奈さんをお迎えしております。お願いします。よろしくお願いします。はじめましてですけども。はい、福島県福島市の出身。はい、僕いわき市なんですよ。あ、そうなんですね。小名浜ってとこなんで。はい、ただいわきと福島って端と端ですもんね。遠いんですよね、意外とね。私のお母さんはいわき出身だったんで、小さい時からなんかお盆とかそういう節目には毎年帰ってました。どの辺？お母さんは吉間。あ、吉間なんだ。はい、そうなんですよ。あん、どっかですれ違ってたかもわかんないね。そしたらね。なあ。ねえ。なんだんで東京さ出てきてやってんだ。うん。あ、そう。あれ帰ってんのけ、たまには。帰ってます。うん。あれ福島だと？あ、そっか、新幹線だから。
そうですね、福島市は新幹線。あ、そう、こっちスーパーひたちで帰るんだ。だな、うん、あ、じゃあいいわこれすごい、とっさに出てくるもんなんですね。いや出ますよやっぱりやっぱり抜けないですよ ね。でこれ普段こちらサイドは3人体制で、はい、お相手をさせていただいてるんですけども、はい、今日はちょっといろいろありまして、私一人でちょっとお相手させていただくってことで、まあ二人ね、まあ、いてもいなくても大してね変わりないんで全然大丈夫ですけども、はい、よろしくお願いします。ちょっと一対一でやらせていただきたいと思います。はい、2013年にメジャーデビューをしましたということで、はい、2月に行われた東京大阪でのワンマンライブはソールドアウト、はい、そして5月には追加公演が行われたと、うん、福島の星ですね。もう今度のは、いや星になれるようにちょっと頑張りたいなと思ってます。いや福島の星ですよ、相撲芸人赤津、そして宇宙海賊ゴージャスに続く福島の星片平里奈でございますけれども、そこと並ぶと思う、並びますよ、三大巨頭ですからさあということでね、ちょっとアンケートも書いていただき、いただきましたので、いろいろお話伺っていきます。はい、じゃあまずどれいこうかな。最近一番テンション上がったことは何ですか。うん、これはニンニク注射そうなんですよ、聞くけどやったことはないな。うん、なんかリリース決定して、うん、まあ宣伝期間なので、はいはいはい、ちょっと体力的にもなるほどちょっと栄養と思って、うん、初めてニンニク注射をやってきたんですけど、初めて昨日やったんですけど、めっちゃ元気になりました。あ、ちょっと疲れちゃってたね。じゃあね、若干それで冒頭の冒頭のご挨拶はそれの名残、バレたくなかったんですけどね、名残ね、すみません。まあまあ今も元気になったということ、はい、元気です。テンションが上がったことでニンニク注射って、何これ、打つとバッキバキになるの。いやー、なんかその差が激しかったんでしょうね。うん、かなり結構もう弱っちゃってて、それでも最終手段でじゃあニンニク注射打ってこいって言われて行ってみたら、ニンニクのエキス、まあエキスめいたもんですよね。そう、でもなんか実際はあれってニンニクのエキスとかじゃなくて、ビタミン B1 だかなんだかが入ってて、その匂いがニンニクらし、うん、ニンニクと似てることでこういう名前になったみたいです。え、そういうことなんだ。うん、でも実際注射打ってもらって、うん、なんかそれがどんどん鼻につく匂いになってくんですよね。ニンニクっぽい匂いが、はい、そうなんです。え、俺なんかニンニクすりつぶしたやつ入れてんのかと思った。私もそうだと思ってましたね。え、うん、あ、そういうニンニクを食べたのと似たような作用があるからとか、香りが似てるからとか、そういうことなんですかね。香りが似てるみたいですよ。そういうことなんだ、知らなかった、はい、あんちゃん効き目満点で、はい、ありがたいっすね。元気ですよ。なるほど。さあそんなね元気な片平さん、続いては最近やってしまった失敗、何がございますか。これがですね駐車場、車の場所が分からなくなってと。あ、これご自身の、それとも事務所関連の。あ、自分の車、運転が好きなんですけど、うん、ちょっとまあレコーディングで、はいはいはい、で車を急いで止めようと思って、うん、で時間もギリギリだったんですよね、はい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 、でもケチってなるべく安めの最大料金を探して、うん、 そうね、遠いところに止めちゃったんですよ、うん、なんかあの集合場所は駒場なのに、はいはい、止めた場所が池尻大橋付近の駐車場に止めちゃって、結構距離あるでしょ。だってそうなんですよ。でもその最大料金も200〜300円ちょっと安くなるくらいだったんですけど、うんうん、それでもケチって、で時間もすごいなかったので、うん、場所もそのパーキングの名前もメモらずにそのまま向かってしまって、やったね、日中でスタジオでレコーディングが終わって、うん、よしじゃあ車乗って帰ろうと思って探したら、うん、景色がもう昼から夜になって真っ暗になっちゃって、うん、そうね、もう場所が全然分からなくなっちゃって、うん、で1時間くらいちょっと歩きながら探し回って、結構探したな、もう疲れ果てて、うん、もうダメだと思って泣きながら帰りましたかわいそうにこれ あれよね、その急いでる時って景色変わるもんね。変わりますね。ピンポイントしか見えてないから。
いやもう次はちゃんとなんか写真に場所を撮っとくとか住所とかをメモっとくってことをしないとダメだなってなりました。そうね、うん、広い場所ならよくねディズニーランドの駐車場で見失うとかあるけど俺でも真っ黄色の車だからすぐ分かんの。あ、いいですね。私真っ黒な車だったんですよ。黒は分かんないわ。そうで翌日朝チャリンコで、うん、そこら辺付近行ったら一発で見つかりましたね。朝の風景でね。朝の風景で。昼間のやつね。はい。わかる。何回も通ってたわと思いながら。東京は高いもんね駐車場。そうなんですよ。でもそんなケチらなくていいなって思いました。でも最大がないところに止めちゃってさ、うん、1日最大いくらまでで止まる駐車場があるわけですよね。ああそうですね。これだからそれ知らずに止めてたら4時間ぐらいパーってやってたら普通に6000とか行っちゃうとこあるでしょ。ありますね。港区界隈とかはあれちゃんと看板見て止めないと。そういろいろ引っ掛けられますよね。で文字も小さく書いてあるんだよねそういう場所によってね。そうなんですよ。気をつけますよね。あそうこれはちょっと気持ちわかんだよなじゃあ続きまして、最近ハマってること何かございますか。これ最近つってんだけどね SNS 福島最近入ってきた、そういうのじゃない。そういうことではないですねSNS 最近、いやハマってることっていうよりかは、うん、ちょっと頑張ろうかなっていう。なるほどね。はい、告知めいた部分でそうですね、すいません、はいはい。これだから媒体は言えるんですか、ツイッターとかインスタとか。そうですね、ツイッターインスタはもともとやってて、で最近はあのインスタ、ツイッターは結構情報発信の場にして、うんうんうん、インスタはなんか自分のプライベートもたまに更新したりするんですけど、ちょっと TikTok もやってみようかなって思い出して、まあでもやると楽しいんだよね、うん、ね、やるとでもなんかその苦手意識が勝手にあったんで、うんうん、やってみちゃったら楽しいかもなと思って。だからパーティーピーポーみたいなイメージがあるわけでしょ TikTok とか。そうですね、でもなんかいろんな使い方があるんだなって最近知って、うんうんうん、なんかインスタグラムの動画バージョンじゃないですけど、うんうん、だから TikTok に弾き語りの動画載せたりとか、レコーディング風景を載せたりっていう使い方もできるし、そういうのもあるんだ。そう、見てる人もたくさんいるのでちょっと使っていきたいなって思ってますね。あ、なんかアッパラパーな洋楽に載せて踊るだけじゃないのねそうなんですよ。あ、違う、それだけじゃないんだ。そうなんですよ、実は。なんかじゃあちょっと範囲が広がってきたのかな。うん、ちょっと自分なりに楽しく使ってみようかななんて考えてます。インスタはね、もちろんいろんな写真載せてると思うんですけども、うん、大丈夫ですか、なんか水たまりに映った雲とか上げてないですか。上げてそうですかいや、わかんない、こればっかりはいや、上げる人もいるし。上げてるかも。景色とか、うん、結構、うん、気づいたらそういう 地味な色気のない写真を上げがちなので頑張って自撮りとか上げるようにはしてましたね、うんうん、いや、わかりますよ。最近は俺もだからどっちかっていうとそういう風景の写真の方が好きだからそれだけの写真集みたいなのをビレ版で立ち読みしちゃうしね。あ、いいですよね。でも俺意外とそういうの小バカにしてるようで好きなんですよ水たまりに小バカにしてる感じなんですか。水たまりに映った雲撮ってる姿は抜けなんだけどね。いや、やってますよく、虹とか空とか。あ、に虹は撮るでしょう。虹は撮っちゃいますよね、記念にね。俺虹上がってんのに虹とか撮らないっていう尖り方好きじゃないね虹は撮るよね。虹は絶対に撮りますね。ね、もうその瞬間にしか見れないですからね。え、なんかあのスマホじゃなくもう直接カメラで撮りますみたいなタイプ。あ、や、すごいやってみたい、興味はあるんですけど、まあちょっとどうなんだろう。今スマホもだいぶ性能上がってるから画角とか変わんないのかな。どうなんですかね。ね、なんかほら見た風景でこれ綺麗だと思ってスマホで撮ったら全然風景変わっちゃったみたいなのがあるでしょ。ああ。もっと広い目線で撮りたいのにとか。うん。虹のたもとを撮りたいのに私とか。え、平子さんは撮りますか。俺はインスタめんどくさいからやめちゃった。やめちゃった。そういう角度に結構こだわりがちだから。なるほど。心にちょっと乙女を買ってて。なるほど。これちょっと一日の時間だいぶ潰されるなと思ってやめちゃった。わかります。ねえ。すごい。なんかこれが一生残る、一生じゃないですけど、うん、みんな見てるもので残るものだと思うと、うん、何回も撮り
撮っちゃって、しかもそれが自撮りだった場合とか、うん、なんか何十枚も撮ったりしてだんだんその自分になんかバカらしくなってきちゃったりするんですよね。編集でバーって連続で消したりして、ね、そう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 、なんかね不思議な時間ですよね。自分の顔ってこの角度ではこんな顔してんだとかちょっとショック受けたりとか、ね、あるんだよみんな研究してますよ ね、うん、なるほど。じゃあ続きましては理想のお正月の過ごし方、こちらなんですが、うん、3つ書いてくれてますね。お餅、映画、神社。普通ですね餅食って映画見て神社に お参りって結構一般的ですよね。あれ福島市だと、うん、お雑煮とかってなんか変わってるっけ。お雑煮、私の家のお雑煮は、うん、あの醤油ベースですね。で具が、うん、人参と、はい、あとは三つ葉も入ってるな、うん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 、あとは何ですっけ、しみ豆腐じゃなくて高野豆腐だ。あ、高野豆腐、高野豆腐、あ、高野豆腐入ってんだ。鶏肉、はいはいはい、とかかな。他にも何か入ってたかもしれないけど、高野豆腐が多分、うん、特徴的かもしれないですね。高野豆腐はそうね、うん、山の方入れるかもしれない。そうなんですよ。あれだってわけわかんないとこ行くとわけわかんないの入ってたりするもんね。わけわかんないの、なんかもう煮干しまるっとそのまんま入ってて、あ、それが嫌で彼女と別れた人知ってんもん俺なんか気持ち、そっか。でもそうですよね、お正月に出てくるお雑煮のカルチャーショックもありますよね、うん、その過程って違いますしね。出るしね、角餅普通の。そうですね。でもあの親戚の方からもらって、うん、お米じゃない、お餅もらったりしたら、うん、そういう新鮮なお餅も入れたりしますし、うん、美味しく食べてます。いつも映画も見るんだ。正月映画なんて俺トラさんぐらいしか分かんないけど、トラさんみたい。男は辛いよ、うん、なんか今年去年くらいからトラさんハマってて、うん、そうなんですよ。俺超好きなの。本当ですか、うん、でもね半分くらいまでしかまだ見れてないんですけど。十分十分十分ですか。リリーまでは見ましたよ。ああいいね、最高でした。で今年、去年か、うん、50周年でしたよね。年末からまたね新しい寅さん映画館でね、あれちょっとお正月見に行こうかなと思ってる。いいですね、それいいな、うん、そうなんですよ。もう大好きで、あの下町人情というか、ね、だから、うん、あの監督は日本が失われつつある風景知ってて撮ってんなって感じしない。本当にそう思います、ね、なんかこのタイミングで見てて日本のいい景色とか、うん、あの人との関わり合いとか、うんうん、なんか全部残してくださってるなと思って。当時は日常の風景だろうに、うん、これがゆくゆくは この日本からなくなっていくんだろうなって知ってて取り切ってるような感じがね。いや本当ですよね、うん、もしかしたらもう都道府県全部取ってるんじゃないかっていうくらいですもん ね。なんだ話わかんじゃん、うん、めちゃくちゃ好きよ大好きですもう虎さん。歌詞もいいしさ。そうっすね。ねえ、だからでも今ね、うん、まあ一部の声としてね、まあネットの声だけど、うん、トラさん人格否定みたいな声は、あんなただ家族めちゃくちゃにかき回してるだけじゃねえかよみたいな。え、違うんです。もうトラさんはもうなんだろう、みんなに愛されてると思うね。何気にあんな迷惑かけてるようで、まっすぐ、うん、人間性がまっすぐすぎてかき回しはするけれども、うん、最終的に人情でこうつながってる根っこの部分のね。わかる。なんかいなくなった後でみんな、トラはどうだったなあだったなって言いたくなる、ね、うん、心に残る人格、そう、ね、お人柄ですよね。なんか今どこで、お兄ちゃん今どこで何してるのかしらねってさくらが言ってね、うん、ちょうど電話がかかってくるのがいいんだよねね、そのタイミングで帰ってきたりとかしてね。恥ずかしがり屋で一回ちょっとトラ屋の前を通り過ぎてなんかの自転車の裏に隠れながらちょっと顔見せるみたいだね。そうなんですよね、偶然装ってね。え、もうかっこよすぎる。あの人はトラさんかっこいいよね、うん、歌詞も大好きだしさ歌詞、あのほらいつも映画で流れてるバージョンの歌詞あるでしょ、うん、あれ以外にもともとトラさんって映画やる前にドラマがあったの、うん、あ、そうなんですか。そう、まだほんと白黒の時代に、でそのドラマの最終回に、うん、トラさんが死んじゃうラストだった。え、や
だ。そう、それは、マムシ、沖縄かなんかでマムシに噛まれるのかな、毒蛇に、そう、蛇に噛まれて死んじゃうっていう。だけど、そしたら全国からテレビ局に、なんで虎を殺したって苦情が殺到して、うん、まあ、その流れも受けてくれて、じゃあもう一回映画で復活させようっていう。ドラマだったんだ。そう。それがこんなに続いて、そう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 、愛されて。で、そのドラマ版だと、歌は、曲はあれなんだけど、歌詞がちょっと違ったりね。そうなんだ。すごいいい歌詞なの、それはもう。ちょっと聞いてみますね。そうそうそう、うん、それまたちょっと、幻の3番4番みたいな感じでネットで調べると出てくるんで。めちゃくちゃいい歌詞なの。今俺歌いたいぐらい。そう、聞きたい。歌手の前だから歌わねえけど。そうなんですよ。ね、ちょっともう寅さんの話でちょっと行き過ぎちゃったな。うん。ちょっとね、後ほど、告知の方もね、お伺いしたいと思います。その前に、一曲、あ、今日弾き語りしてもらえるの？はい。この場で。はい。あ、じゃあちょっと準備の方お願いします。はい。チューニングタイムありますか？ちょっと。あ、してもいいですか？いや、してください。はい。準備段階の音かっけんだよな。芸人にこれねえもんな。かっこいいよな、この時間。これ人によってもう合ってんのにわざとやる人いるよね、多分ね。かっこよくて。そんな思ったことなかったです。いや、かっこいいね、これ外から聞いてると。はい、じゃあやってみます。はい、お願いします。1月15日リリースする、一年中の中から冬の魔法という曲を歌ってみます。いや、余韻素晴らしい。ありがとうございます。住み渡りすぎて自分の生き方がちょっと恥ずかしくなりますね。なんでトラさんの話あんなしたのに。いやー、俺こんな喉してたら四六時中歌ってんな。ありがとうございます。これだ、もともと歌手目指したきっかけってなんか明確なもんってあるんですか？もともと今もそうなん、うん、基本的な性格はすごい、どっちかというと消極的な方で、引っ込み思案で人と喋るのが下手なんですけど、うん、でもなんかその分なんか憧れがすごい強い女の子だったんですよね、うん、昔から、うん、その人前に出たりとか、はいはいはい、人前でなんか発表したり喋ったりっていう華やかな人がすごい好きで、当時においてのないものねだりみたいな部分が、そうですね、それをずっと持ち続けていってこうなったって感じもあります、うん、ああ、うん、なるほどね、はい、ステージの上に憧れを抱き続けて、うん、そうですね。あとはなんか人にうまく自分の思ってる気持ちを伝えられなかったりとか、感情を抑え込んでた感情とかの放出の場みたいなのが音楽がぴったりハマったりっていうのもありますね。はあ、その感覚なのかな、やっぱりこの俺の薄汚れた毛穴から染み入ってきて血液をきれいにしてもう一回出てくれるみたいな、その感じる感覚はそこにちょっとね、嬉しいです、あんのかな。おじちゃんの毛穴に入ってきましたよ。ちなみにごめんなさい、はい、トラさんだとリリーが出てきただと、もうメロンの喧嘩のシーンってまだか、リリーの2回目かな、あれ、メリーじゃない、リリーすいません、リリーさんは1回目ですね、うん、まだ1回目、はい、そっか、なんか結構港町で、はいはい、たまたまあれ北海道かな、確か、ね、北海道ですかね、で出会って、なんかそれまでのマドンナとの関係性とちょっと違う感じがすごいしちゃって、うん、そうね、トラさんの中でももしかしたら本命だったのかもしれない、うん、なって思っちゃって、そっか、今後のトラさんあんま知らないから、あ、そうなんですよ、あ、新鮮な感覚。リリーについての新鮮な感覚だ。あ、じゃあじゃあもうこっからもう何も言わないんで、はい、別にトラさんネタバレとかそういう映画じゃないけどさ。ね、でも楽しみに、あ、じゃあね、ちょっと引き続き見てくださいよ。あ、そっかそっか、そうなんです、ちょっとメロンで喧嘩するシーンってのが今後見てると、まあ、名シーンがあるんですけど、僕がちょっと芸人を目指すきっかけになったシーンでもあるんで、そうなんですね、そうなんですよ、そこちょっと
注目してください、ぜひ、はい、めちゃくちゃ面白いシーンなので。アルコ&ピースの酒井健太と平子祐希と乃木坂46の中田香菜でお送りしている沈黙の金曜日。じゃあね、ここからは1月15日にリリースするニューアルバム一年中についてお話を伺っていきたいと思います。はい、前回のアルバムからは2年1ヶ月ぶりのリリースとなりますと。はい、今回はこちらどんな感じで仕上がってますか。はい、そうなんですよね、あの前回のアルバムから2年1ヶ月ぶりって、うん、あのお伝えしてもらったんですけども、はい、その通りで、あのまあ結構時間をかけて作らせてもらったので、うん、何気に春夏春冬季節を感じて曲を書いてったんですよね。はいはいはい、だからその時々の自分の気持ちとか感情とかも、うん、あの季節と照らし合わせながら生まれたので、うん、なので、1年かけて作ったので、うん、今年1年は1年中皆さんとご一緒できるようにと思いを込めて、はいはいはい、あのこういうタイトルになりましたね。はい、これあの季節を感じる12曲ということで、はい、一年中というタイトルですけれども、はい、このタイトルってどの辺の段階でつけたんですか。そうですね、ある程度なんかそのアルバムに入れる曲も定まってきた段階で、うん、でなんか夏の曲があったりとか、はいはい、あの春にこの街でもあの自分の花を咲かせたいっていう曲があったりとか、うん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 、なんかそういう季節がキーワードになってる曲が多かったので、うん、あどうせならもう季節のアルバムにしようということで、うんうんうん、こういうアルバムにタイトルになりましたね。一年中って結構ストレートな、そうです ね真正面から捉えたタイトルですもんね。はい、なんかこねくり回しちゃいそうだよね、なんかこの季節感のある曲ってなると。そうですね、タイトルどうしようって。そうなんですよ、横文字とかも使いそうになっちゃうし。うん、でもなんかいろんな案をバーって出してた中の一つだったんですけど、うん、あのスタッフ皆さんあのこれで満場一致というか、いいねっていう感じで、いいんじゃないかと光ってましたね。そうなんです。季節でもね、同じ思いでも同じテンションでも季節季節でガラッと変わるもんね。いや変わりますね、同じ景色を見ていても、ね、自分の気持ちが違えば感じ方も違えますし、うん、そんな幼少期をね、うん、さっきお話伺ったような幼少期だから、季節季節でのこの感受性のね、深さで捉え方も全然違うでしょう、うん、違いますね。福島県は特にやっぱり四季がちゃんとある。そうね、福島市は一番あるかもね。そうなんですよ、雪降るし盆地なので、うん、夏はもう蒸し暑いし、ね、冬は雪もちゃんと降るし、ね、結構厳しい場所に育っているのもあって、紅葉も綺麗だし、綺麗です、山なんで、ね、だからなんかどの季節が好きってなくて、うん、この季節があるから夏も好きだし、夏があるから秋も好きだし、うん、全部好きなんですよね。あ、それこそさっきのトラさんじゃないですけど、はいはいはい、なんかその季節といろんな景色を、うん、日本の素敵な景色を感じながらなんか作れるっていうのは、うん、なんか今しかできないことなのかなと思ってますね。巡り方で言ったらもうトラさんだね、このアルバムは。じゃあトラさんだ、男は辛いようだ。じゃあやったー、日本の巡り来るこの、去年は一番見てましたもん。あ、そう、今度カバーしてほしいなそれいいですね、男は辛いよ。女性のカバーってあんま聞かないもんな。確かに、ちょっとこれはいいヒントをいただきましたね。え、うん、でその幻の3曲4曲目もね、うん、ちょっと入れてもらってあらいいですね、聞きますね。そう、確かにこれ、そうだ、12曲季節の曲なんだけど、曲順はこれやっぱ並んでるんですか。はい、曲順は、うん、実はバラバラなんです。なるほど、うん、はい、なんかこの季節っていうコンセプトアルバムでもあるんですけど、うん、私の中で裏テーマで、うん、なんかあのパーッと明るいアルバムにしたいなと思って、うんうんうん、今までは結構内省的だったり、はいはい、そのフォーキーなあの弾き語りの要素の強い作品が今まで多かったんですけど、うん、今回はなんか自分から光をパーって放つ、うんうん、誰かを照らしてあげられるようなものにしようと思って、うん、だから曲順もあえてあの季節順ではなくって、うんうん、この並びにしたら全体的に明るく聞こえるなっていう。なるほど、
並べ方にしました。はいはい、秋なんて暗くやろうと思ったらいくらでも暗くできちゃうもんね。そうなんですが、暗いかも今回。秋？秋の曲はちょっと一番あの歌詞を書くのも大変で、うんうん、自分の悔しいとか悲しい辛いみたいなそういう草っていうか、うんうん、自分の気持ちを秋の情景と重ねて作ってったので、なんかどうしても時間がかかりましたね。秋ってなんであんな風になるんだろうね。そうですよ ね切ない。すっげえ受けた帰り道でも消えたいと思う時あるもんね、うん、秋って。あ、まさにそんな感じの歌かも、ね、何なんだ、さっき受けたんだけどな、うん、そうなんだ、まあそのね、季節それぞれの感じ方をね、はい、皆さんにも聞いていただきたいと。そっか、1月26日にライブを行うんですね。はい、そうなんです。そちらではこのアルバムの曲順通りに演奏する、はい、そうなんです、うんうんうん、1年中アルバムのリリースパーティー、うん、冬の魔法ということで、アルバムの曲順通り全曲再現ライブということで、うんうん、たっぷり楽しめるアルバム、イベント、うん、ライブになると思います。はい、これありがたいんだよね、聴いてる方からすると。アルバムをさ、まず聴き込むじゃん、はい、でライブ行くでしょ、うん、で1曲目が終わってその余韻引きずって次の曲のイントロが始まるのを家でずっと聴き込んで、こっちの頭の感覚に残るんだよね、あれって。あ、そうかもしれないですね。それ通りにライブできた時に、あ、この流れ知ってるやつ真剣詰めでやったとこだみたいな、あのスパーンっていう頭の中にカッて入ってくる感覚がね、わかります。ライブで聴けるっていうのはいいですね。そうですね、うん、なんかサプライズでどの曲が来るかわかんないっていうのも嬉しいですけど ね、うん、それはそれでね、なんか今回はあの発表会じゃないですけど、うんうん、みんなと一緒にアルバムを聴くみたいな感覚になるかと思いますよ。はい、じゃあよりなんかこのアルバムを聴き込んだ上でライブ来てほしいですよね。そうです ね、はい、リリースして10日はあるので聴き込んでもらえると嬉しいです、うんうんうん、はい、さあ今回のアルバムジャケットなんですけども、はい、今これかな、この手元にあるこの写真かな。そうですね、めっちゃ天使じゃん。天使って言ってもらった。そうですね、ここがすごい。はい、光がテーマですね今回。これめっちゃ早朝、なんか空気がすごい澄んでる感じがするんだけど。早朝に見せかけて、お、まあ、昼間かも。あ、そうなんだ。そうですね、これは本当に中目黒だったかな。中目黒なんだこれ。はい、ふらっと散歩しながらカメラマンさんと撮った。空気の澄み方がスウェーデンだけどね。さすがです。さすが、適当に褒めて人を。適当じゃないです、なんかこのジャケットってどうなんですか、ご自身の意向も伝えつつですか、それとも結構もう専門家の方にお任せして。結構一転二転しましたね。あ、二転三転か。二転三転して、なんか絵でもいいなとか、うん、でも写真でもいいなっていうのも行ったり来たりしながら、なんかその時の出来高でしたね。なんかたまたまそのアーシャで撮った写真がすごく出来が良かったので、うん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 、あ、そのままもうジャケにしちゃうのもありだねっていうことで。ああ、なるほどね。中目黒じゃないと嫌だと。最初はなんかフッサかなんかの予定だったのが中目黒じゃないとダメとか、そういうのもあるんですかね。いや、そこになかったけど、福島から出てきてくれやっぱ中目黒だって思うでしょ。俺は思う、ね、あんまりでもそんなにお庭じゃないんですが。あ、そう、うん、でもあの川があったり緑道もあって、うん、気持ちいいですよ ね、寄生虫博物館もあるし、ちょっとあれとかね。そうなんですか、目黒と中目黒の交差点の、今あれあんのかな、まだモスバーガーある交差点のとこね、寄生虫博物館あるんだよね。それ行ったことありますか。あるある、3回ぐらい行って楽しい。寄生虫 T シャツとか寄生虫トートバッグも買えるよ。え、それはまだご存命の寄生虫たちですか。いや、あのトートバッグにはご存命の寄生虫は貼り付けない。あ、そのなんか絶滅した寄生虫とかじゃなくて、あ、なんか珍しい、ま、本当にもうなんか大きい長い寄生虫とか、いろんな寄生虫がフォルマリン漬けになってたり写真になってたり。
すごい。結構若い子いるから行ってみてよ。行ってみます、うん、次の曲調変わるかもしれない。大幅に変わりそうですねはい、ということでね、いろいろお話伺っていきましたが、はい、そろそろお別れの時間となってしまいました。改めて今後の予定聞かせてください。はい、まず1月15日に、4枚目のオリジナルアルバム一年中をリリースいたします、うん、はい、そしてそんなアルバムを引っ提げて、1月26日にマイナビ赤坂ブリッツで、一年中リリースパーティーということで、うん、冬の魔法、全部アルバムの曲順通りに演奏いたします、はい、うん、そしてその後も、リリースイベントなどもあります。これは1月18日タワレコード新宿、うん、2月23日はタワーレコード渋谷店にて、はい、いろいろイベントありますので皆さんぜひ来てください。はい、お願いいたします。だからね、先ほどお話あったようにツイッターとかインスタもやってらっしゃる、ね、そうなんです、頑張ってるんで、うん、検索すればはいね、出てきます。そちらの方でも告知なんかもね売ったりしてますよね。してます、してますよね。はい、じゃあそちらの方ね、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。さあ、それではお別れにもう一曲聞かせていただきたいと思います。曲紹介お願いします。はい、アルバム曲の中でもすごくキャッチーでポップで可愛い曲になっているかと思います。別れの歌です。片平里奈でラズベリータルト。ロサンゼルス、ロサンゼルスシャキーローニール、うん、まあもしかしたら言うかもしれない、うん、ロサンゼルスシャキーローニール長っ。スコッティピッペンはどこだ。ニューヨーク、ニューヨークスコッティピッペン、うんうん、沈黙の金曜日、アルコ&ピースの平子祐希と中田かなでお送りしている沈黙の金曜日、ゲスト片平里奈さんに来ていただきました、うん、染み渡るな声が。いやすごかったですね、あの生演奏聞いてないじゃん。だっていや違うんですよ、あの途中から外でずっと聞いてました、うん、あの途中から入ったら変だなと思って。あ、そういうことね。生演奏のところとか全部聞いてました。はい、乱入してこいって高さんばりに。いや無理無理、あれで乱入は最悪。なあ、ベース持ってジャガジャガジャガセッション したかったです。いや俺かっこいい。なかなか女性と男は辛いようなお話できないから、うん、トラさん話してましたね。終わった後もちょっと喋ってたの、うん、本当に見てるわあの子。すごい、なかなかだっていないですよね。いない今あんまり喋りたいそう、ね、もっと喋りたかった ね、ライブの方もあるということでぜひね、はい、皆さん行ってみてください。じゃあどうしようかな、テーマメール来てるから、はい、メール行きましょうかね。2020年3月日の未来日記です、ね、はい、テーマは。あ、それろくでもないようにばっかなんだよななんか ろくでもなくないやつ聞いてみたいね、たまにね。確かに、うん、じゃあ1枚目、うん、ラジオネームやべびすこ、元日はカウントダウン TV を見ながら年越し、あ午前3時に寝る、その後夕方に起きて親戚にお年玉をねだり閉店前のパチスロをハイエナ、マジで2日目はまだもらっていない親戚から お年玉をねだりパチスロ、嘘やめて。3日目はあまりのお年玉を握りしめパチスロへワンチャン狙う、昼過ぎに家に帰っておせちの余り物を食べる。2020年も同じ1年の始まりだ。ハイエナとはすでに誰かが何回か回転させた台を狙って打つことそうなんだ、あそういう意味があちゃんとあったんだそうよ、パチンコ用語なのか。開くのを虎視眈々と目光らして待ってて、うん、そこがパッて開いた瞬間にタバコパッて置いて、もうこの台みたいな、至極のお正月だけどね俺だってお年玉使っちゃうとかでしょ、やめだよ。俺あれパチンコって元日から空いてるとこ空いてるんだよね。そっか、イベント日みたいな感じで並ぶのか。結構そうなんだ、じゃあやっぱいっぱいいるんだ行く人。いや多いんじゃない、だからお年玉、あのお年玉、うん、
キャンペーンじゃないけどなんかね期間的なものに入るから。へえー、でも逆にそれやりたいけどな、面白い。でもこいつお年玉毎日ねだってからその日一日一日確実に飲まれてんだよねこれね。確かに確かに消えてるもん。かわいそうだなT シャツ候補にしとくか。確かにかわいそうだから。そうだよ、うん、消えてらんない、続きまして、うん、あこれちょっとね切実な悩みかもしれないです。ラジオネームターザンキング。僕は受験生なのですが、うん、この前塾の講師と親と三者面談した時ラジオを聞く時間を勉強しろと言われました。正直両立は無理です。頭のいい中田さんならどうしますか。なんで。でもだって東大行ってる人とかいっぱいいるわけじゃないですか、このリスナーで。いるね。でも、うん、こいつこの時期にやってるってことは推薦じゃなかったってことでしょ。まあ確かに一般入試ってこと、うん、俺わかんないけど一般入試ですね。だからもう真正面から学力でやるしかないんだよね、うん、でも正面から行ってる人で東大多分行ってるんですね。そうだよね、意外といるんだよね、うん、でもなんかこうランク付けあるじゃん判定が。あ、はいはいはい、A 判定 B 判定って、うん、それよかったら三者面談でこんなこと言われないってことだもんね。どうなの、なんか夏が勝負とかよく言うじゃん、うん、この時期今更じゃないですか。そうだよ、ね、無理無理もう間に合わないです追い込みで詰め込めるもんなの俺受験勉強ってものしたことないから。大学受験とかだったら無理でしょ多分、分かんないですけど。そっか大学受験だもんね、うん、今までの全部ですからね。そっか分数の掛け算とかじゃないんだもんね。そうですね。でもあれ多分その大学受験だと逆にその選ぶから教科を、あの国立とかじゃないければ全教科やんなくてもいいから、うん、ああ絞ってその教科だけとかできそうですけどね、分かんないけど。だからラジオのせいではないんだよね、うんうん、いいとこ行ってるやつは行ってんだから。そうなんですよ、ね、ラジオのせいにする先生おかしいですね。そうだよね、うん、だって俺そのいいとこ受かりましたっていうやつに言われるよ、ラジオのおかげで大学受かりましたって、うん、うんうん、それも違うと思うんだけど。確かにどっちも違う。おめえが頑張っただけで。なるほど。まあまあ、うん、息抜きにね、うん、ちょっと聞きつつずっとね集中なんかね、うん、持つわけないんだから人間。じゃあね、次はどれにしようかな。はい、三が日。山梨県ラジオネームキツネ目の高坊、うん。1月1日、いとこが家に泊まりに来た。2階の部屋から出られない。なんでよ。1月2日おじいちゃんおばあちゃんが遊びに来た、うん、2階の部屋から出られない。なんで。1月3日一日中寝てた。2階の部屋から出ていないこうして2020年が始まった。いい年になるといいな。やだ。なんでいとこ来てもおじいちゃんおばあちゃん来ても会おうよ。なんでよ。気持ちわかるよ。なんで。あの自分の現状がちょっと、うん、見てられないというか顔向けができないような現状だとこうなるよ親戚来ると。へえ。いとこ来るともう必然的におじちゃんおばあちゃんも一緒に来ててさ。あーそうですよね。うん、高坊今何やってんだお前、うん、つって、うん、何もしてないってあ俺だってそうだよずっとさ、うんうん、フリーターみたいなもんででも一応肩書きだけ芸人やってますじゃんか。そんな目も当てられないことね。親戚が集まった時に、まあ、30ぐらいになってだよ、結婚しました、子供も生まれましたってだよ、アルバイトやってますっつってさ、はい、顔向けできない瞬間あんのよ。
親戚来るとそっか何も開けてねえし何も埋めてたくないからうんうんうんなるほどそうなるとだって、うん、いとことかいるいますそしたら小さい子とかもいる同年代とか、あ同年代とまあ下もいますけど下なんかさかなちゃんこの間年末見たようでしょ、うん、みんな親戚なんかそうじゃん、はいはい、そうですねおじちゃんおばちゃんも、うん、それあってなんならかなちゃんに会いに来るっていう形なわけじゃんそれが嫌なんですよね私もそっちの意味で出たくない気持ちわかるんですわかるあれ見たこれ見たってちょっとねうんなんかせっかくのプライベートの時に仕事以外の話したい気持ちしちゃうんですよねなるほどねうん別に仕事がすごい嫌いとかじゃないけどわかるうんこっちもさ、うん、見てもらえるのはもちろんありがたいけどさ、うんうんうん、あれってねあん時ってさ、うん、っていう話ってないじゃんそうあっちが喜ぶ裏話みたいに思って、うんうん、あと誰と会ったとか誰かっこよかったとか、うん、今まで会った芸能人で誰がかっこよかったとか言われてもでも知らん知らんってな別にテレビと見たまんまだよって思っちゃうそうだねかっこ悪い人いねえしブスいねえし、ね、別にそう、うん、別にかっこ悪いなとかないし嫌なやつこの業界残ってねえし、ねうん、そうなんですよ本当に性格悪い人っていんのみたいなさ、うん、そういうの本当嫌だからとか言っちゃったらこれおばあちゃんも聞いてるからあんまりおばあちゃんは言わないんですけどでもおばあちゃんぐらいの感覚の好奇心と、うん、若い親戚の好奇心また違うじゃんそうだ若い方とかの方が言いますね若い子の好奇心って生々しいじゃん、うんうん、それ聞いちゃうんだみたいなねそうあと結構なんだろうディスり系入る時あるじゃんあいつって面白くないのになんで出てんのとかさわかるいやお前それ一般のいてえやつの意見を親戚持ってねえで欲しかったわみたいなわかるかもあるじゃん俺その時ちょっとムッとするもんね、うん、ちゃんと友達とかにそれ言われるとちょっとあるねうわこんな友達だったんだとかちょっとなっちゃ う, そ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 うこっち側に立つといてえやつ身内にねえで欲しかったってなる、うんうんうん、あるんだそれちょっとお正月あるんですかあるあるね続きまして、うん、どれがいいかな、うんうん、はあやってんのかお正月、ラジオネームカーブ投げたい、はい、2020年1月2日酒を飲みながら何気なく箱根駅伝を見たそこで、うん、伴走している白バイ隊員の紹介で、うん、好きなラジオは沈黙の金曜日とあり日本の警察も思い切ったことするなと感心しましたいいなそれ最近、うん、パーソナルデータいろいろ出すのね、うんうんうん、いんのかなえお願いそれ嬉しい好きなラジオチンキン聞いてますみたいなね、うん、でも意外と警察の方に話しかけられてラジオ聞いてますって俺あるけどね、うん、あるいやさすがラジオスターですねあのラジオスターラジオスターとかさテレビのいじりとかもあるけどさ、はいはい、俺は週2本だから、はい、週3の境がいじって俺ちょっと ね巻き込まれてる感あんのよ確かに、うん、いやでもアルピーさんのラジオがやっぱ面白いからいやスターそこにスター入れちゃうといじりだから、うん、いじりになってる確かに、うん、そうだよテレビもレギュラーあるからねそうですよねそれをね、うん、いじる側ってそれをなかったことにすんのよ確かにうんテレビ久しぶりにテレビで久しぶりに見ましたみたいな、うんうん、いやいじんなよ確かに私は見てますよちゃんとテレビもあれなんだろうね正月からこんな愚痴言いたくないけどさ、うん、まあちょっといじられたりとかするじゃん、うんうん、はいいじるってすげえプロの仕事でさ、うん、それ見たらさ、うん、後輩とかでもいいのよはいこれねそれでなんかちょっとこっちが好き見せたつもりでいて下手ないじりのやつって、うん、カメラとか何も関係ねえとこでいじってくるのね、うん、ツイッターとかいまだにいんのよ俺ラジオの用語でいじあんまツイッターとかでいじられるの好きじゃねえんだよなって何回も言ってんのにいまだにいるからね、うん、なんだしつこいんだろでそういうやつの日々のつぶやき見ると、うん、本当に飲料系の100名様にプレゼントとかやってもうそれしかやってないそれやってるか変な芸人にいじりツイートするかでさ本当に嫌なんだよなあね、はい、こうやってねいろんなジャンルで好きな人意外と聞いてくれてる人いますからねでもこのさパーソナル紹介あるじゃん、はい、タクシーに乗ったりしてさ、うん、タクシーでもさなんかあの運転手さんに暴言吐くとか暴力働くとかあるじゃんか、うん
でもあれのさ、タクシーの運転手さんのさ、パーソナルデータ書いてある時あるじゃん、うん、趣味は釣りですとか。そんなんあるんですか。たまにあるのよ、うん、あれすごくいいと思わない？うん、確かに人間性がちゃんと出てさ、しかも会話盛り上がるんですよね。そう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 、釣り好きなんですか？うん、そう、海釣り好きなんですよ私、うん、から始まるじゃんか、うんうん、あのただのドライな対機械みたいな感覚で、うん、感覚持つやつが暴言吐いたりするんだろうね。うんうんうん、確かに釣りが好きですとか趣味孫と遊ぶことっていう人にさ、うん、暴言吐けないじゃん絶対、うん、あれみんな書けばいいと思うんだよな、好きな芸能人とか。いいですね。まだいけるのかな、まだいける、あと1枚ぐらいですかね。うん、あ、こんな人もいますな、いいね。ラジオネームリンゴ定食大盛り。1日、彼女と初詣に行き大吉を引く。2日、友達と鍋パーティー。3日、恒例の餅つき大会。いいね。そう、これは全部夢だ。彼女もいないし友達もいない、さらには基本家から出ないじゃないか。悲しい。出ないじゃないかって何？語り口おかしくなっちゃった。誰に言ってんの？一人称の言い方じゃねえ。いやでもめっちゃ夢いいですけどね、この夢。友達いっぱいいるな。うん、餅つき大会が恒例ってのはいいね。うん、親類一同もなんか、うんうんうん、これだけ本当であってほしかったな。ね。これも夢、これはいいじゃん別に、ね、親戚で集まりますはいいんだけどね、うん、まあね、正月三が日ってそんなに、うん、みんなそんな充実してるもんじゃないからね、うん、いいんじゃないですか。はい、はい、じゃあここでちょっと曲、はい、じゃあ曲いきます。はい、それでは聴いてください、アベマオで今夜は眠るまで。アルコ&ピースの酒井健太と名古屋ゆきと乃木坂46の中田香菜でお送りしている沈黙の金曜日、あなたに短期待ちしてます。娘が麻雀用語でプロポーズされて男ぶっ飛ばすな。すげえやだ。沈黙の金曜日、2019年のそっとじ。はい、ありがとうございます。はい、2019年の出来事で忘れてしまいたい出来事を送っていただきました、うん、はい、忘年会みたいなもんですね。そう、1年のね。ね。うん、千葉県ラジオネーム、フォールアウトガール。うん、海外のハードコアバンドの来日に行った。最前列の真ん中で見ていると、興奮した客がステージダイブを僕に向かってしだし、相手の足が僕の唇を蹴り、僕の唇が割れた。救護室に連れて行かれ、その日のライブはそっとじ。本当これかわいそすぎる。すごいね。で結構激レアチケットじゃないですか、きっとこういうのって。そうだよね、うん、来日コンサートで前の方で多分見てたんですよね。今だから海外のハードコアバンドだとダイブとかも禁止はしないんだろうね、うん、あーそっか、せっかく来てもらってるしっていうお迎えする立場だもんね、はいはい、うんうんうん、日本のやつだと意外ともうダメってあるけど、アリスターオフレームじゃん、唇パックにいっちゃうの、この間試合でねパックにいったんだよ、アリスターオフレーム、かわいそうだな、こいつ T シャツ候補にしとくか、確かにかわいそうだから、かわいそう、うん、なんかしてあげた。続きまして、はい、川崎市ラジオネーム、あの時の僕だよ、うん、好きだった女の子を直接デートに誘ったが、うん、OK された翌日に LINE で断られた。え、カレンダーを黒く塗りつぶし LINE をそっとじ。一晩寝てよく考えたらやっぱ違うとかなったのかな、これさ、うん、女子ってなんでこれ多いんだろうな、女心と秋の空とは言うけどさ昨日 OK だったやつ次の日ダメって、はい、あれどういう感覚なんだろうな。それか友達と相談するしたとかか、一回自分なりに考えたか、それもあるんだよね、お友達の意見採用するじゃん、はい、はいはいはい、女子って、うん、あれ何なの、大っ嫌いいやだから自分で決めきれない時とかじゃないですか、わかんないけど、自分の感覚が動いたってことでしょ、うん、さ、ある程度動いてる部分もあるってことでしょ。そうですね、友達に相談するって、はい、それ何、あの恥になっちゃうの、友達に、あんなやつと行くのってなったら、あ、恥なのかなと思ってやめちゃう。分かんない
たいですけど。え、どうなんですかね。これあるんだよな、女子の。まあでも確かに自分ではありと思ってても冷やかされてやめちゃうパターンありそうですよね。せめて風邪とかにしてほしいよね、うん、あとはもう7兆回言われてるあるあるだけど、うん、実家からお母さんが来るのパターンです。あ嘘ですよね。7兆回言われてる。じゃあ続きまして、うん、ラジオネーム飯できたら呼んで、はい、2019年一番笑った動画はザコシのファミコン攻略ミシシッピ殺人事件そっとじ。やばい、一番か。いや面白いんだよな、うん、師匠の YouTube。 師匠だいぶ YouTuber としての活動もだいぶ早かったからね、うん、あーそっか。何師匠こんなの毎日投稿してんのみたいな時期からあったもん、うん、これ何なの。すごい、こういうなんか投稿もできんだ好きなようにっていう時からやってるからね。クソゲーやってる、めちゃくちゃ面白いよマジで。早いんだ。ほんと酒の飲んだ真夜中見てると、うん、胃の内容物全部出るんじゃねえぐらい笑っちゃうそんなに。で次の 日の朝何だったんだと思うタイプそっとじ、めちゃくちゃ面白いんだあんまネットサーフィンとかしない、動画関連の。 YouTube を全然見ないんですよね。そっか、なんかほら今さ、はい、好きなジャンルのものとかもだいぶいろんなもの出てきてるけど、なんか興味あるジャンルのものとかない。だから全く YouTube を見ないんでジャンルわかんないんですよ。料理から釣りからスポーツでも何でもあるし、メジャースポーツもマイナースポーツも、ね、料理はクックパッド、あ、なんだろう、なんかその料理の動画のアプリとかあるんで、うん、ああそっちになっちゃうよね、はい。そっか、遊びの部分、ね、遊びの部分あんまいらねえんだ。じゃなくて、はい、ちゃんとレシピそのまま教えてくれればいいよ。そうですね、個性いらねえんだ。いらないよ、ね、いらねえよ、はい、料理には、うん、いやでも面白い、ね、早く見れるのがいいですよ。酒井はよく見てるんだ、なんか魚さばくやつとか言ってましたね、あの、うん、聞きましたね好きな人のすごい再生回数だって俺見たもん。あ、そうなんだ、うん、なんだっけ、ビビった。さばきますじゃない、なんだっけ、さばいて食うなんだけど、ね、金子さんって言ってました、ね、すごかったな。もうその真似、本物知らなくてもそういう手で面白いですもん。いや こんなに大げさじゃなかった。あ、じゃあ続きまして、はい、ラジオネーム君に送る橋がない、うん、危ない、これ怖、こたつをつけっぱなしにしたまま約2週間実家に帰省してしまいました電気代の請求書そっとし、そこじゃねえね、電気代の請求書じゃなくない、これ怖さ、怖、こたつだよ。確かに、でも今昔みたいなこたつとちょっと違うのかな、原理がね。そっか、あ、途中で、そうだ、あ、最新のやつは途中で切れたりするね、つけっぱなしにしておくと。怖、でもこれちょっと昔のタイプだよ、じゃあつけっぱなしのやつって。確かに、あ、北海道だから。ああ、そっか、こたつなしでは考えられない。燃えたりはしなかったんですね。今でも新しいやつ、こたつが原因の火事も減ったよね、効かなくなったよね。 あったんだこたつ。やった、あった、昔はね、よかったけど、今はねちょっと電気関連になってるから気をつけてほしいですね、それもね。危な、じゃあ続きまして、うん、ラジオネームスペースボーイ、うん、2019年に立てた目標、貯金をする、彼女を作る、結果アイドルに会うために金を浪費、女の子と知り合う機会もなく彼女もできず、そっとじ。そっか、すいません、なんかでもさ、うん、アイドルとかをもう本当懸命に応援してくれるファンの人とかいるじゃんか、うんうん、はいはい、あの人の熱見てるとさ、うん、一生このアイドルに出会えなかったら一生ここまでのエネルギー、うん、燃やすものじゃなかったっていうぐらいのエネルギーかけてる人いるじゃん、うん、はいはい、あれ羨ましいけどね。とか恋愛より絶対充実してますよ。そうだよね、なんかファンの人に彼女できないんだけどとか言われたら、うん、いや彼女
作るよりアイドル応援してる方が楽しいならそれでよくないって思っちゃうんです。そりゃあのエネルギー思ったことなかったから、うん、羨ましいんだよね。え、超楽しいですよ。アイドルに真正面から取り組んでる人と、うん、駅のホームで泥酔してる人だけは本当羨ましいもんねいつかこんなになってみたいな本当に確かに。だって全国どこでも行くじゃん、うん、そうですね、北海道から沖縄までさ、うん、そこの旅行がてら行ってます。そうそうそう、うん、それも楽しくてしょうがないわけじゃん、うん、結構ファン同士で仲良くなって結婚するパターンもありますしね。そうね、そこで彼女作れることもありますから。そうだよね、女の子のファンの。だからアイドルの会場に会うために通ってるけど彼女できないっていう部分に関してはこれは甘いだよね、うん、甘いですね、うん、そこで彼女作る人だって全然そうだよ。結婚の報告とか結構されました。今までアイドル。そうだよね、はい、俺もそれは聞いたことある。ファン同士ですで結婚しました。だって山ちゃんとね、うん、蒼井優さんだって。あ、そうですね、アンジュルムさん、ね、お話ししたりしてね、はい、いますよ。カナの名前から取って子供の名前つけましたとか。あ、いますよ。全然甘えだわ。甘えです。甘えだいい加減にしろ。さっとじ片やこんな人もね。ラジオネームバスターエンドラン、うん、去年だけで知り合い5組が結婚、間違いなく取り残される俺、どうしたものか。さっとじそうですね、だから、はい、1組につき、まあ、親戚じゃなければ3万払ってるわけじゃん、うんうん、そうですね、3515万だ。早く回収しないとですよ。で、回収は自分がするしかねえじゃん。うん、恐ろしいね。本当ですよ。自分が回収してようやくトントンだからね、うん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 、来てもらって。そっか。でも平子さんはそんな遅い方じゃないですもんね。俺は芸人としては早い方、うん、28歳だったからね、うんうんうん、そうですよね、うん、だから、うん、式には本当身内の芸人しか呼ばなかった、うん、申し訳なくて。あ、そっか、みんな、はいはい、3万もって、うん、お金ほら指定するもんじゃないけど3万持ってきちゃうじゃん、うん、どうせ、ね、ちゃんとした式ってなると、うんうん、だから二次会のパーティーから呼んだ。へえ、ね、ザコッショにネタやってもらった。あ、そうなんだ。あの時誰も知らない、ま、だその時からすごいテレビ出てない状態のザコッショをやって、うんうん、全然芸人の身内側のあるあるネタみたいなしかやって、うん、芸人大爆発なんだけど嫁さん側の友達わけわかってなかった。でもやっぱ未だに、うんうん、13年前よそれも、うんうん、未だに新婦側の、 あの奥さん側の、はい、その当時来てくれた友達が、うん、あの時やってたザコシショってテレビ今すごい見るねって、そのために連絡、久しぶりに来たりするんだよ。あ、いいですね。多分あの忘れらんねえからね印象に残りますもんね、一回見たらもう。今とやってることは一緒だからそうなの、変わらないんだ、ね、そうなんだよね。まだいけるかな、うん、ラジオネーム杉並のクレイジーボーイ、はい、部活の合宿の夜飯で家でいつもやっているしゃもじを加えるという癖が出てしまい退部させられました。え、マジ退部？退部させたやつのスパイクとグローブをそっとじ。え、退部まずされたんだ。いや、わかんねえけど、あの、まあ、これだけじゃないかもしれない、こういう積み重ねがあるのかもしれないけど、体育会系って意外とこういうことでめちゃくちゃ厳しかったりするからね。でもこれ恥ずかしさでもうそっとじではありますけどね。そうね、うん、いや、みんなにこの装うやつこいつ退部させられてるぐらいだから、うん、まだ下でしょ、うん、そいつがしゃもじみんなに今から分けるやつ加えたら終わるからね確かに大会系ご飯もの厳しいからね。うん、そっか。俺もラグビー部時代合宿で、はいはい、あのお釜で米、うん、大体俺1年生が装うのよ、うんうん、十字に切んなかったの米を、うん、くるっと穴さ、人によって十字に切ってさ、はいはいはい、空気出るじゃん、はい、ありやんないだけで矢吹さんにめちゃくちゃ叱られた。矢吹さんもうなんで十字に切んねえの、空気出ろよって言われて。そんなに、あ、意味わかんなくて、うん、男の人とかだってやらない人多いですから、わかんないですよね。わけわかんないから普通に十字架書いて、うん、気持ち悪いなと思いながらで、よそとしたら、ちんちん空気入れんだよザックザックゴワゴワこう かき回してで、それで食って、あ、ほんとちょっとうめえな
そっからずっともう入れてる、うん、空気、入れないと気持ち悪い、まあまあまあ、いや大会系厳しいんだよこれ。そうなんだ、うん、バカだけどね今考えると。うーん厳しいな。でも台風はひどい。なんか積み重ねだよこいつの。そっか。じゃあ、うん、あこれいこうかな。ラジオ、あこれ一緒か。京都府ラジオネームながら運転、うん、成人式後の同窓会、中学の時の生徒会が主催するんですが僕だけ呼ばれず、みんなの記憶から僕が生徒会に入っていた事実だけそっとじ。それは本当に生徒会主催のやつとか、あ聞いたことあるかも。これさ、うん、あるじゃんでも、うんうん、成人式の後の同窓会で、はいはい、選ぶやつ、呼ぶやつ、うん、選ぶやついるじゃん、はいはい、感じてもこの場合生徒会とか、うんうん、こいつはさ、うん、イカれてるよね、うん、そんなんしちゃダメですよね。超目立ってねえやつとかいたじゃん、まあ、うん、別に、うん、呼ばないことの方が難しくない、うん、呼べばいいのに別に本人来ないかもしんないですね、うん、一応本人のさ、うん、判断に任せてさ声かけるじゃん、うん、とりあえず、うん、かけるかける。でこういう時の醍醐味ってあの時おとなしかったやつが今ちょっと花開いたり変わってるやつが醍醐味じゃん、うん、久しぶりの同窓会って、うんうん、その旨味捨てるやつの飲み会行く必要ないよね、うん、行かなくていいよながら運転こんなやつ、うん、ひどい、うん、すんげえやっぱいたもんな、すげえおとなしかったやつ、ボーリング場でたまに会ったらタトゥーだらけになっててすげえテンション上がったもん。なんかあの成人式で、まあ、別にそんなおとなしいわけじゃないけど、うん、まあまあまあちょっとおとなしめの男の子がいて、その人があのなんていうのか銀髪というか、でなんだろう、なんか顔にほとんど髪の毛かかってるみたいなやつの髪型になってて、最初マジで誰か分かんなくて、あの人誰あの人誰って言ってたら噂で、あの誰誰らしいよみたいななって分かったみたいな、あの超楽しかったですよね。楽しいよね。話してないけど結局その人と。いや楽しいんだよ、誰か分かんなかったから。あの頃のマドンナなんか全然マドンナじゃなくなってたりさ。あありますね。ある、うん、ギャルはギャルだしずっと。そう、うん、ヤンキーいいやつになってるし、うん、家庭持つの早いから。あそうですね、すっかりパパになったりしてね、うんうん、楽しい。それは楽しいのに、ね、楽しいですよね。なんで呼ばないの。あその辺価値観はね、その飲む必要ないんだよ、うんうんうん。読むきしねえなこれ。何、一応読んでみようか、はい、また杉並のクレイジーボーイ。お出た。捨てる服を煮込んで作ったスープを飲んだせいでお腹を壊し最後の大会に行けなかった2019年、そっとし。もう気持ち悪い。でももう嘘じゃんそんな。もう怖い怖い、やめろ。嘘、ネタメールにしても、うん、内面が気持ち悪い。なんか面白くないですもん、怖くて。面白で作ったとしたら怖い、うん、怖いですスープって。スープってちゃんと食べ物としての捉え方のカテゴライズが怖いわ、うん、服煮込んだ汁とか言うならまだいいけど、俺スープっていうやつ怖いわ。スープでもなんかちゃんとなんだろう、塩分出そうで怖いですよね。怖い。いい感じの出汁が取れそうだ。出汁取れそうで怖い。怖い。やだ。想像したくなかった。気持ち悪い。うまくても気持ち悪いね。うん。気持ち悪い。気持ち悪い。きました、ラジオネーム、はい、カーブ投げたい。はい。リスナーと飲んだ際、うん、恋愛話になった。おお。どう考えても成功すると思ったので、うん、後押しをした。うん。でも心の中で振られないかなと少し思っていました。マジの謝罪ごめんなさい、そっとじ。これだって聞いてるわけですよねお互い、多分ちゃんと書いてありますよ、うん、ゲスの極み福君。彼女できたんだから許してください。確かに彼女できた。カーブ投げたいが、うん、背中押したんだ。そうだ、もうどっかで振られゃいいんだよつって、うわそしたら付き合っちゃったんだ。そんなん考えちゃダメだよ。
一生できないぞそんなん考えてるうちは。でもさ、うん、これはもうあれよ、思春期の頃よ、うん、でももう男の子なんでみんな思春期の時なんかそうなんだろうけどさ、うんうん、彼女ができるじゃんクラスメートとかに、はい、クラスの女の子とクラスメートが付き合うじゃん、はいはい、一人自分が触れられる女子が減ったんだっていう絶望感あるけどね男子。え、ああ自分が、うん、なんだろう言い方最低なのかなこれ、自分が気のまま触れられる女子がこの世から一人減ったって思うの。え、どういうこと？気のままね、うん、気、あの生きるっていう書いて、はいはいはい、キムスメだから、キムスメがこの世から一人減ったって思うのよ。なるほど、結構、うん、地球規模での絶望を感じる時期とかあるけどね、男子って男子ってバカだから。なんかすごいですね、そんな付き合うってそうよ、生娘が一人減ることだから。すごい考え方、地球が少し、うん、なんか重量増すような気分になるね。へえ、娘が一人減るってことは。やばい、でも確かにその高校のとか中学とかのそのコミュニティ、うん、ちっちゃいですからね、うんうんうん、なるほど、そうなのよ。まだいけますか、ね、あと 1,2 枚ね、はい、じゃ あこれもちょっと俺はちょっと分かんないジャンル、中田さんに聞きたい。何、ラジオネーム、なよたけの細見姫、はい、センター試験前ラストの模試で、うん、物理100分の40科学100分の19という大戦犯を起こし、うん、950分の720取らないと第一志望の最低ラインに到達しないのに950分の580しか取れなかったこと、返却された成績表をそっとじ。ああ、もうえ、それはもうあの950点満点中720点を取らないと最低ラインに到達しないんだ、はいはい、うん、あ、てかあれですよね、受験国立とかだと超関係あるからってことですよね、うん、多分あのセンター試験の点数次第でどうにかな、あのもうなんだろう、もうノーちゃんになっちゃうというか、なんでもこの時期で大学絶望的なやつばっかのメール、はい、え、ほんと悲しい。でも結構メール送ってちゃダメなんじゃ。そうですよね。結構しんどいですよ今多分。やるときにやんねえやつらでしょ、うん、やるときにやらずにちょっとラジオのに 手伸ばしちゃうよ、うん、だって結構ちゃんと受かってる人とかはだって控えたりしますもんね、1年だけとか。でも俺なんかこっち派だからさ、うんうん、大学とか行ってねえ側だからさ、これで大学受かってて就職した時の幸福と、うん、ラジオに一直線走って、うん、もうラジオ会社っていうの、はい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 、ね、入って、うん、夢叶えるやつのパターンとかあるからね。え、でも全然それいいと思うんですけどね、もうだって勉強じゃなかったんだ自分はってなりますし、一概に何とも言い切れないんだよね、うんうんうん、もうだから分数の割り算とかもう忘れてるけど、うん、結局多分一生使わないしね、うん、いやなんか思うんですよね、大学結構みんなもう行く時代じゃないですか今って、うんうんうん、だから逆に大学行かないで、うん、若いうちからこの仕事って決めて長くやってる方がこうやっぱ年功序列じゃないけど、まあね、歴が長い方が上みたいなのあるから、全然いいと思うんですよね大学行かないで。終身雇用のね神話も崩れた今、うん、自分の好きなことをね、うん、選んで、え、ほんとそう思う、お仕事にするのが、うん、もしかするとね、うん、幸せの、うん、どこかでね、わかんないよ、大学行った方がいいかもしれないけど、うんうん、いや行った方がいいな、行った方がいいですわ。確かに行った方が良かったなと思うことはある。大学行きましょう。行きましょう。うちもあるわ。それでは聞いてください、 Perfume で再生。アルコ&ピースの酒井健太と中尾由紀と乃木坂46の中田香菜でお送りしている沈黙の金曜日。僕チューしないよ、チューしないよ、チューしないよ、僕チューしないよ。沈黙の金曜日、アルコ&ピースの平子由紀と中田香菜でお送りしている沈黙の金曜日。はい、ということで、本日の放送は2020年最初の放送なんですが、うん、録音でございます、はい、録音でしたね。
ケンちゃん来ないね。そうなんですよ、なんかこんなに来ないとは。かましてんだな。でもどうですか、2人のラジオでしたよ今日。あ、中田ちゃんと、はい、滞りないね。てか平和でしたよね、すごい平和。めっちゃいいラジオだった気がするんですよ、ね、なんかすごいリスナーの背中を押してあげたりとか、うん、たまには突き放したりとか、うん、そうね、バランス感いいね、うん、超良かったと思うんですよ ね、 ね、なんか爽やかな感じで、うん、これ酒井さんがいつも悪いことしてる気がするんですよね。だから俺あいつをさ、うん、本当あのいつも称するのは、うん、お笑い思春期なんかかき回したりちょっと小汚くしたり、はいはいはい、なんか荒らさなきゃいけないっていう脅迫観念から来るあの川崎の感じはい、うん、なるほど、あるんだよな。なるほど、いいネーミングですね。たまに5回に1回ぐらい酒井外してもいいかもしれない。いいですね、このラジオいいですよね。なんかこれなら乃木坂ファンみんな聞くと思うあのね、喋、うん、ってて、うんうん、俯瞰でちょっと1回はい、聞いてみたの、うん、聞きやすい、うん、本当いいと思う、本当そうですよ。いなきゃいないで寂しいもんだね、うん、そうなんですよね。だから俺花粉上げ下げしてさ、うん、メール選んでバーってやってるから、うん、なかなか忙しいんですよ、ね、いや思いました。なんかあのメールをこう、うん、次のメールはってなってる間に、うん、うちなんか挟まなきゃいけないんかなと思って。いや大丈夫大丈夫。あ大丈夫ですか、すごい。ここはね考えてた、ちょっと有吉さん意識してるから。あなるほど、ここの間も、その間ね、うん、あの酒井も、うん、あいつ結構意識してるの有吉さん、どれにしようかなって、うん、その慌てない、メール選んで、ね、余裕ある感じ。あいつねそれやんのよ。うわなるほどそれ手だったんだ。手だよあいつ、繋がなくていいんだ。そう繋がなくていい。なるほど、浸らしてあげて。いやわかりました、次からやろうちゃんと。じゃあね、テーマメールいきますか。はい、2020年3月日の未来日記、はい、ラジオネーム三平一うん、うざい親戚に小言を言われて舌打ちをする2日目ですかね、はい、甥っ子を連れて近所の小学校へ避難する3日目、寒いから帰りたいという甥っ子に、じゃあおもちゃ屋まで歩いていこうと提案する4、目的地に到着し甥っ子に、なんだよここリサイクルショップじゃねえかよと怒られる。この流れは確実にあると思いますやばい、めっちゃリアル。これなんか小説にそういうのありそう。なんか文学、純文学だよね、うん、三が日っていう、うん、なんか切なさを伴ってる、なんか郷愁に駆られる感じ、うん、そうなんです。正月の三が日って結局こういう過ごし方なんだよやだ。小さい甥っ子とか、うちらの子供がね、うん、直接小さいからさ、はいはいはい、わかんの。近所の小学校に行くんだよな、やることないと。小学校行って何するんですか。校庭とかでブランコとかでなんかサッカーやったりブランコやらしたり、正月だとタコ揚げするの、ゲイラカイトを買ってきて、くらいしかないんだよ田舎の正月って。なんかすごいですね。そうだ、でそう、うん、リサイクルショップをおもちゃ屋って呼ぶは親戚の人とか、いやだ、ちょっと悲しかったもん。そこが本当にやっぱりファミリーの引きを作るために、うんうん、あの外出たとことかに並べんのって子供用品だったりするのよ。なるほど、花々しい入ろ入ろちょっとあの、うんうん、おもちゃだったりで、中入るときったね昔のタイプのなんか掃除機とか、はいはいはい、そうそう戸棚とか、そうなんだよな。子供の頃テンション上がったんだけどな。リアルだな、マジで純文学だなこれ書いてほしいな。いいですね、うん、じゃあ続きまして、うん、ラジオネームのすけのすけ、はい、人生ゲームの途中親戚のおじさんに人生とはを語られる。うわかる、あの金持ってかれたりすげえ金、はいはい、大金得たりするじゃん、はい、その節目に、うん、あったおじさんの実体験の話挟み込むんだやばい、でも面白いけどなそれ。 いいな、やりたいそれ聞きたいもん。そんな話あんましない、ね、お金の話とかもしないし。いいな、うん、いやうちはもうこんぐらいの金失ったことあるよあれね、おじさんに30前か、あいやでも進まないですね人生ゲームが。酒も入ってるからねでも
こういうおじさんおばさんの昔話って大人になってみるとちょっと聞いてみたいなって思う、ね、いや思います。本当になんか楽しいというか、うん、なんか人生経験やっぱこう年齢上の方ならではの豊富さがあるんで、ね、そう、トラさんのね、そうそう、渥美清さんの世界観な、はいはい、これ、だから自分の親戚意外とそんなことやってたんだな、そんなとこ行ってたんだなって話聞かないと分かんないからね。分かります。なんか、うん、はい、びっくりすることありますよね。おじちゃん20代ジンバブエにいたことあんのみたいなさ、分かんないけどあるじゃん、うんうん、あります、あります。聞くべきだよ、うん、先人の話ってね、意外と、うん、続きまして、あ、これいきましょう、はい、大阪府ラジオネーム、よみがえる倦怠感、うん、僕の正月1月1日おばあちゃん家に行き、いとこにこき使われたり遊び相手になってあげる、うん、2日筋肉痛で動けない、3日筋肉痛でまだ動けないといった年老いたことを感じる正月になるはずです全然治んない筋肉痛が、これわ、うん、かんない、あるあるなのか知らないけど、うん、いとこ正月来るじゃん、はいはい、でおばあちゃんとかおじいちゃんもいるじゃん、うん、おじいちゃんおばあちゃんいるじゃん、はい、いとこと自分をさ、うん、相撲取らせられなかった、え、ないね、女の子だからかな、和室で相撲取らせない、ない、親戚のおじいちゃんないないない、和室で相撲、みんなでも、ああ、でもアイスさん、昔の人って、アイスさんあるんだ、昔の人あるんだよ、うん、わざわざ隣の和室にみんなで移動して相撲取れっていう、うん、何それ何あるあるなので買った方1000円だって言っておっちゃんがテーブルの方にバーンって出す、うん、何それで、うん、いとこのお姉ちゃんだけど2個上だから意外と強いの、あの頃の2個上の女の子、そうなんだ、女の子もじゃあやるんだ、女の子と俺取らされたわ、和室で、でおじちゃんは和室のあのガラスケースに入った五月人形を割らないためにそこで手広げて見守る、なんかいい、なんかいい、ありますよね、五月人形、なんかその古い日本人形みたいな、そうそう、子供らで遊ぶ時 おじちゃんそこで手広げて見守る、はい、いいな、素敵失われつつある日本の正月の風景ですけどね、失われつつあります、あ、そうかったの、こんなのもあれですね、ラジオネームギンギンしてんじゃねえよ、うん、1日地元の神社に仲のいい男女グループで集まって年越しの瞬間を待つ、俺は年越しの瞬間にあえてジャンプをしないと決めた、そして年越しの瞬間、はい、みんながジャンプをする中、俺と一人の女の子だけジャンプをしなかった、そこから新たな恋が芽吹いたいいな、でもその感じいいな、これいいね、うん、その芽吹き方いいです、価値観、うん、ね、うん、いや飛ばねえし、うん、飛びたくないよ、うん、でしょ、そう、その感じの人は私結構嫌いじゃないから、うわ、なんかこれが第1話のドラマ見たくない、うん、見たい、ねえ、いいな、ちょっと恋愛感もちょっとなんだろう、こじらせてる感じの恋愛が始まるんですよね、うん、うんうんうん、そう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 、こじらせてっていう題名の、うん、まんま、まんま、まんま、でもそれでいいと思うな、めっちゃ見たい、あえて昔のフォントでこじらせカップルっていうね、うん、あの文字の最後にハートが入るような昔のタイプのフォントのドラマで見たいわ、うん、いいね、トレンディー、面白い、うん、祝いとか使ってほしいな、あー、いいですねもうなんかイメージ合いますもん、岩井どうなんだろう、意外と飛ぶのかな、うん、どうなんだろう、あいつ分かんねえからね、分かんない、裏に見せかけて表の時あるしね、うん、ずるいよね、分かんない、あのタイプの裏表の使い方、うん、うまくその時を生きてますよね、きっと、猫好きですとかね、うん、そう、あの逃げ道ずるいんだ、あの感じで猫好きですですもん、 あれ俺許さないよそこがいいんですよね、あれダメなんだ、そこが好き、岩井さん、あれいやあれしてやられてるよそっか、中田さんなんかそのやばい、そうなんだね、うん、あれこれ何分ぐらいまでしょっけ、あと1枚ぐらいですね、はい、じゃあラジオネーム、うん、困る駒、うん、1日輝かしい2020年を想像し、はい、晴れやかに起床、はい、2日大人になっても祖父母からお年玉をもらい嬉しさをかみしめながら起床、うん、3日先日の家賃を払っていないことに気づき絶望ながらしながら起床、これわかる、あリアリティ、え、でもお年玉消えちゃいます、ね、消えんのよ、あ家賃大人になってからもらえるやつ、あこれそうだ、そっか、そうだ、
俺家賃結婚する前、うん、下北の隣の大田ってとこ住んでてさ、うんうん、家賃7万だったの、はい、正月になると結構高いですバイトしてたから帰るじゃん、うん、お年玉もらえるから、はいはい、で5万ぐらい集まんのよ、うんうん、で家賃で消えんのよ、あ帰らずにバイトしてても一緒なんだよね、あなんなら交通費でちょっと足出るぐらいのことになっちゃうのよ、あそっか、そうだ、思い出したわ、お年玉もらうっけ、なんか未だに結構くれたりしちゃいますね、あおばあちゃん、おばあちゃん、あいやいやそれはそうだね、嬉しいからね、ありがたいですけど、もう大人だからいらないって、うん、言わない方がいいらしいね、あそうなんだ、でもなんか、うん、もうほんと普通に嬉しくなんか、うん、でもお仕事してるからこんなのって言いながらくれるんですけど、うんうんうん、めちゃめちゃ嬉しいです ね正直いいって言いながら、うん、手ちゃんと開いてる、うん、ちゃんといいおばあちゃんいいのもう大人だから早めにバッグにしまっちゃういいって言ってんのになそうありがたいですけどね、ありがたいやつやね、はい、さあということで、あまあこれは、今週は、録音収録なので、うん、天気予報はございません、ないです、うん、はい、この本がかかると天気予報になっちゃうね、そう今なんか読まなきゃって思っちゃったけど何も読むものなかった、はい、ということで、はい、そろそろお別れの時間ということになってしまいました、うん、エンディング、はい、エンディングメールどれだ、境じゃないからわかんないなこの間を有吉さん風に、はい、うん、これでいいかな、はい、あもうね2020年最初のね、うん、放送ですから、はい、ラストも中田さんにいろんなねちょっとあ出たリクエスト、まだやまたやります、はい、ラジオネームスキャンダルベイビー、はい、中田さん、うん、お年玉な一言ください、これはもう可愛らしいのちょっと一発かましてもらえますかね、みんなハッピーニューイヤー、今年もラブラブしようね、こんな感じですか、はい、どうでしょう、いやそういうことなんじゃないですか、ああよかった、はい、これはたまらんじゃないですか、はい、じゃあ続きまして、うん、ラジオネーム三丁目の勇気、あこれもう終わってますからね、この放送中終わってますか、先ほどもちょっとお話出ました M1 グランプリ、おM1 グランプリですが中田さん、はい、結果予想を教えてください、ニューヨークと和牛とペコッパが決勝にいます、うわ熱っ何その3組和牛上がってきてんじゃん、上がってきましたでやったな和牛だってなるよね、そうなるとね、だって結局和牛が勝ちます、今まで取れなかった M1 をこうやって敗者復活で取ります、結果取るんだ、はい、ペコパニューヨーク和牛これ当たったらすげえよ確かに、でもこれ放送されてる時は何言ってんだこいつってなってる楽しいな、うん、じゃあ最後これいきますか、はい、ラジオネームバスターエンドラン、うん、中田さん、はい、ラストは今年の目標を575で決めてください、これちょっと難しいからね、今年はね、うん、とっても明るくいきたいよ、いいですね、はい、ドンケツのやつだ、あのネガティブキャラを捨てるっていうちゃんと深い意味も、あいいですね、お明るいカナリンが、明るいカナリンです、見えるんですね、はい、ピカピカナリンだよ、ピカピカナリンあれどうですか、めっちゃいいんだけど、あよかった、うん、なんか明るいこと言った後に、うんはい、ピカピカナリン、めっちゃいい、おおっしゃ、ピカチュウのキャラで行こう、ピカチュウのパクリカ、ピカチュウの音でこれ T シャツはランダムですか、今ここで今言っちゃいますか、いいす、ね、ちょっとね、うん、不幸な感じなものをなんとなく揃えてるんですけど、じゃあ中田さん、はい、3枚選んでください、あじゃあ、うん、じゃあ一つ目は、はい、矢部ビスコさん、あ矢部ビスコ、はい、パチスロで、はいね、なんちゃらっていうやつです、 T シャツぐらいあげないと、はい、そして2人目フォールアウトガールさん、うん、ハードコアバンドで、あ唇くちゃったやつ、唇パッカーの方です、かわいそう、そしてどうしようかな、じゃあこちら、ターザンキングさんです、うん、三者面談してラジオ聞く時間を勉強しろって言われたやつです、そうね、ちょっとこっちも冷たく言っちゃったけど、うん、ラジオばっか聞いてる、うん、あラジオのせいにすんなみたいな言ったけど、うん、まあ
あのちょっと冷たく言っちゃった代わりに、うん、T シャツを、 シャツを、ね、プレゼントします。ラジオも聞きつつね、勉強の方も頑張ってください、はい、頑張ってください、これみんな住所あんのかな、もし住所送ってないっていう人がいたらこの 3名の方住所送ってくださいね、お願いします。じゃあね、T シャツ送りますから、はい、はい、お待ちください、はい、さあということで2020年も始まりましたが、うん、また1年間ね、はい、沈黙の金曜日お願いしたいと思います、はい、来ないな、ケンちゃん来ないよ、あいつ来たけどタバコ吸いに行ったって、なんでだって、入ってくるんでしょ、普通タバコ吸いに行く、乱入するタイプじゃないのよ俺は、うわ嫌な感じですね、キラキピカピカナリン、ピカピカナリンとダークケンちゃんで今年はやっていきますから、やっていきます、はい、ということで、はい、フラットヒラちゃんでね、2020年フラットヒラちゃんでフラットヒラちゃんよろしく、真ん中取りますからね、はい、はい、ということで2020年も1年間お願いいたします、はい、また来週また来週。